店員さん、こっちもお願いします。娘とかあらへんの？ほな、それで。それと最後に大事なもんを。かわいいかわいいひいさんの笑顔一つください。久しぶりやな。元気しとった？久々にひいさんの顔を拝めて僕幸せやわ。ひいさん、ずいぶんあの店に馴染んどったな。その制服もめっちゃ可愛いやん。めちゃめちゃ似合っとるで。ちゃうちゃう、今回来たのは様子見や。そりゃ大事な大事なひいさんがいなくなったら困る人なんてぎょうさんおるしな。知っとるで。様子を見て判断するってのがおかみさんからの命令や。せやから今は見逃されてるっちゅう話やな。ちなみに今日僕が来たんは誰の命令でもなくて、ほんまにひいさんの顔が見たかっただけで。それにほら、ひいさんも僕らのこといろいろ引っかかってたやろうし。時はほんますみませんでした。僕はそこまで器用やないです。まあいずれは正式に迎えに来なあかんけど、今はひいさんの好きにしたらええよ。ひいさんは可愛いな。そりゃひいさんが可愛いからに決まってるやんか。シンデレラさんに見られとるんや。
僕と君が関係してるってバレたらあそこにいられなくなるで。あれ、バレた。おい、そこで何してる？こいつはうちの店員だ。ちょっかい出さないでくれませんかね、お客様。兄ちゃん怖いな。別にちょっとくらい触ってもええやんなあ。うちはそういう安い店じゃねえんだよ。おい、行くぞ。バイバイ、またな。あんた、あいつと付き合ってんのか？じゃあ好きだったのか？聞こえたんだよ、好きだとかどうとか言ってたじゃないか。ヘラヘラした野郎のどこがいいんだ。趣味悪いな。ああそうかよ、ならあいつのところに行けばいいだろう。怒ってねえよ。ただ俺の店の従業員が休憩中に男に誘われてフラフラしてるのが気になっただけだ。サボられたら困るからな。せめて追いかけてきたって言えよ。たまたま通りかかっただけだ。大体あんたがヘラヘラしてるから勘違いするやつが出てくるんだ。10点の笑顔でほだされる安くてバカな男であんたは満足なのか？お前は悪女か？扱いやすい男なんてつまんねえな。セリフはもっと色気が出てから言った方が説得力があるんだよ。このビッチが、とか言われてんのか。
あ、そう。もちろん100点に決まってるだろうが。40点だ。そこで喜ぶのかよ。おい、行くぞ。だよ、アリスちゃん。アリスちゃんがいないと困るよ。ちっとも注文取りに来ないしさ。二人してどこに行ってたんですか。早く手伝ってください。僕たち二人だけじゃこの人数さばききれません。ああ金風勢が調子に乗りやがって。金さえなければこっちだって付き合わないわよ。こんな夜更けに何をしてるの？別に何も。お前は？別に何も。ほら、俺が入れた紅茶だ。飲めよ。どうせ喉が渇いて水でも飲みに来たんだろ。別に毒なんか入っちゃいねえよ。知ってる。あいつ、毎日お前の分の飯までちゃんと用意してるぞ。それも知ってるけど、だからといってどうすることもできない。まあ、お前の好きにすればいいさ。別に無理をする必要なんじゃねえんだからな。うん。二人してお茶会ですか。僕を誘わないだなんて兄弟なのに水臭いじゃありませんか。めんどくさいのが起きてきやがった。失礼ですね。僕にも兄さんの入れたクソまずい紅茶をください。お前は一言も二言も多いんだよ。ほらよ。どうも。久しぶりですね。こうして三人集まってお茶を飲むだなんて。
まあな、今はあいつがいるからな。彼女が来て2週間、短いようだけど長い間一緒にいるみたいに馴染んでる。確かに彼女の存在は大きいです。炊事に洗濯、店だって彼女が主導で動いてますから。うん、彼女はよく働いてる。面倒なので率直に言いますが、彼女はどう思います？変わっているね。俺もほぼ同意見だ。それに加えて何を考えているのかわからないだな。じゃあ僕は口達者で生意気も追加で。これじゃまるでいいとこなしだな。でも言い方を変えればミステリアスで頭がいいになる。おお、一気にいい女っぽくなったな。兄さん、いつまでこんな茶番を続ける気？茶番？この2週間のことですよ。具体的には彼女をここに置いてやる気もなかった喫茶店をやり始めたり。そんなの飽きるまでだよ。だったら彼女が自分の正体を明かした時が終わりというわけだ。シンデレラ兄さんが彼女のことを気に入っているのは彼女が謎めいているからじゃない？彼女がミステリアスでバカじゃないから、兄さんは彼女に惹かれる。はあ？惹かれてねえよ。ならなぜ彼女を連れ戻しに行ったんですか？あのチャラそうな関西弁と親しげな様子でしたけど。教育的指導だ。経営者としては当然だろ。その割にはイライラしてたね。煩わしいのが嫌いだからな。まあそういうことにしておいてあげますけど、彼女の化けの皮が剥がれた瞬間、あなたは勝手に幻滅するんでしょうね。そうかもしれないな。そりゃ俺は楽しいことが好きだからな。あいつが俺に刺激を与え続ける限り俺は退屈せずに済む。バカか利口かと聞かれたら、あいつは利口な方だ。だからこそ言わない、喋らない。そんなことは永遠には続かない。永遠なんて存在しないんだから。あいつにほだされてるのは俺じゃなくてお前らだ。じゃあな、あんまり夜更かしすんなよ。明日もしっかりと働いてもらうからな。だって見透かされてるよ、グレーテル。やっぱりこの紅茶まずいわ。一度本物を知ってしまえば偽物は口にできなくなるさ。またサンドイッチか。相変わらず使えんやつだ。仕掛けるとはな。
それをトラップと言うんだ。最低最悪腹黒性あるんだ。いいか、僕は君のそういう基本、小賢しくて小ずるくて自分本位なところがとんでもなく嫌みったらしくてたまらなく大嫌いだ。おい、いきなり話すな。おかげで僕の鼻が潰れるところだった。謝罪と賠償を要求するぞ。ウルトラ級のバカだな。大丈夫なわけないだろ。大体な、謝って済むなら警察や司法はいらないんだよ。というわけで賠償は、そうだな、とりあえずここにある朝食を置いて君が僕の前から消え去るだけでいい。これで許してやるんだから安いもんだ。まったく、本当に僕は人がいい。あー、クソ、鼻が痛い。離せ！掃除などお断りだ！何度言ったらわかる！なぜ気づかない？少しでも気があったらとっくの昔に返事を出しているに決まっているだろう。それともあれか、わざとか、わざと気づいてないふりをして僕に嫌がらせをしているのか。本当に君は心底性格が悪いな。全く感心するよ。第一、僕がお部屋に住もうが君には関係ないだろう。分かったらとっとと朝食だけ置いて出て行け。なら、僕の部屋がお部屋であるという証拠はあるのか？あるなら提示してみろ。またお得意のエリクスか。君と不毛な議論を交わす気はない。いいか、この部屋の世帯主は僕だ。たとえ大家でも特別な条件下でなければ勝手に部屋に入ってはいけないという決まりがあるんだ。嫌だ、以上だ。ほら、答えたぞ。さっさと手を離せ。それが君の本音だろ。認めたな、腹黒。余計なお世話だ。いや、違うな。迷惑なんだよ。あと思い出したが、最近ちょっと朝食に手を抜きすぎじゃないか。朝食が店の余り物だということに僕が気づかないとでも思ったか。言い訳ないだろうが、君はバカか。いくら僕がパンを愛するパン党パン派だとしても、こう毎食毎食サンドイッチを出されれば飽きるに決まっている。料理の手抜きは万死に値する。しろというのか。誘惑するな。僕は温かい団らんとか共同作業とかそういうものが大嫌いなんだ。みんなで仲良くいただきますとか言いたくないから、あえてのぼっち飯を選択しているんだ。死ぬからな。僕をその辺にいる BMI 指数20以上のデブどもと一緒にしないで。僕は全国の乙女が聞いたら発狂するくらいの、どれだけ食べても運動しなくても太らないスマート体型だぞ。バカめ、痩せて見えるモデル体型は18から19が基本なんだよ。
それ以下はキモいし、それ以上は僕にとってデブだ。